サンファーレは、三重県桑名市総栄町の再開発地区で、複合商業施設である。三重県桑名市総栄町に所在する。2006年4月28日に開業した。施設は、地上8階地下1階の北建てと、地上18階地下1階の南館からなり、地上1階及び、同2階の部分を共有する。共有部分には、 商業施設や桑名市のサテライトオフィスが入居し、地上3階以上の部分は北建が、駐車場、南館が分譲マンションとなっている。名称のサンファーレは、三重県と太陽を意味する、サン、およびイタリア語で想像を意味する、ファーレを組み合わせた造語である。なお、高さ60メートルの南館は、 用途をマンションに限定すると、三重県内では最高層の建築物でもある。今回のサンファーレの建設事業では、制度としての市街地再開発事業は用いられていないものの、同事業を用いて建設された再開発ビルを改築したため、再々開発として、国土交通省や都市未来推進機構、再開発コーディネーター協会、 全国市町村再開発連絡協議会や各自治体などから扱われている。また、こうした事業としては2009年に完成した小樽駅前第3ビル周辺地区再開発より早いため日本初の再々開発事業とされている。この施設が立地する場所にはかつて桑名駅前市街地再開発事業の一環として施行された商業ビル。 パルがあった。同ビルは1972年に開業し、当時は桑名市内で唯一の大型商業施設であったこともあり、開業当初は年賞が100億円を超えるなど好調な実績を残したが、次第に売上高が減少し、管理会社である桑名商業開発株式会社の業績は悪化。1996年に同社が、 和議の申請をして以降は各テナントや専門店が相次いで撤退し、ドービルは1997年に閉鎖された。ドービルは桑名駅と商店街をつなぐ施設としての役割も担っており、閉鎖によって中心市街地の求心力低下が懸念されたため、桑名市では官民共同での再生事業の実施を決定した。 再生事業の実施が決定した時点で、ク名ナ市内には、アピタクアナ店やマイカルクアナなどの大型ショッピングセンターが存在して、中心市街地が衰退していたことから、施設用途は、高い需要が見込まれる住宅を中心としたものに転換し、建物の低層部のみに、商業、業務施設を配置することとなった。事業スキームとしては、 桑名商業開発の再建の一部を金融機関が放棄し、参考不動産が事業主体となって土地及び保留床の買収と建物の解体、新施設の建設を一貫して行う方式が取られた。また、公的支援の枠組みとしては、有料建築物等整備事業の活用によって事業の早期実施を促進し、保留床については、南館は、 地上1階及び、同2階の商業、業務施設部分を、桑名商工会議所と再出展を希望する、元権利者が、地上3階以上の住宅部分は、分譲マンション都市それぞれの住宅購入者が取得する、ことで、区分所有者による共有都市、経済産業省の中心市街地商業、活性化総合支援事業を活用して、市営駐車場を整備した北立は全、 床を、桑名市が11.59億円で取得することで、事業者の負担減が図られた。こうした取り組みによって、建設事業は、順調に進んだものの、南北に細長く、奥行きがないという敷地形状の制約から生じる、建物の床形状の問題が解消されなかったことも、あり当初想定していた食品スーパーマーケットの誘致に失敗し、また、 桑名駅の乗降客数が1日あたり4万人と多くないこともネックとなり元権利者の再取得分も含めて13区画の商業床のうち1区画は未入居のまま開業することとなったそのためオープン後も民間業者等を活用して空き店舗対策を進めるとしていたが対策は効果を上げず逆に開業から3年も経たない2009年2月22日に 開業当初の各テナントであるドラッグストアチェーンスギ役局が撤退した。その後民間の後継テナントが入居しなかったため、1年以上後の2010年3月8日にハローワーククアナが入居し、空室状態を解消したが、各店舗の撤退した商業施設という一般的には営業的に難しい状態とされる状況が続いている。2018年に ク名ナ市は北建を民間へ売却し、現在は、ヤマト情報サービス株式会社が北建を保有し、施設管理等を行っている。ありがとうございます。